一清ソイさんの生い立ち、韓国の歴史におけるレイ君として知られる清ソイさんの生涯について解説します。清ソは1762年に生まれ、1800年に亡くなりました。彼の治世は朝鮮王朝の中でも最も激動の時代でした。ではまずは彼の生い立ちから見ていきましょう。清ソは王位継承者として生まれたわけではありませんでした。彼は第21代王英祖の第2子であり、王政子ではなく李氏朝鮮の貴族である李氏大道の称号を持っていました。彼の幼名は英将君と言いました。彼は幼い頃から聡明で好奇心旺盛な子供でしたが、父親からはあまり愛されていませんでした。父親の英祖は王位を狙う弟たちや政敵たちによる暗殺やクーデターの恐怖に怯えており、自分の息子たちも自分を脅かす存在とみなしていました。そのため英祖は息子たちを遠ざけて育てました。父親の哀れな死とその影響、清ソイさんの父親は英ソイオンという王でした。英祖は清ソが生まれた時にはすでに高齢で、清ソは彼の第24子にあたります。英祖は清ソを溺愛し、幼い頃から王位継承者として育てました。しかし英祖の死後、清ソは王位をめぐる激しい争いに巻き込まれます。英祖の側室である淑賓金氏、淑賓金氏派、自分の息子である黄海君カンヘイ軍を王にしようと画策し、清ソの母親である人氏剣王光陰ロンワンフを毒殺しました。清ソは母親の死に悲しみ、父親の意志を守るために黄海君と対立しました。この争いは清ソが黄海君を廃位して王になるまで続きました。清ソは父親の哀れな死とその影響によって政治的な危機感と正義感を強く持つようになりました。彼は自分の王位を確固たるものにするとともに、国民の幸せを求める改革を行うことに尽力しました。三即位と治世、清ソイさん派英祖の次男宗根清氏の息子として生まれましたが、父が老論派の陰謀によって殺されたため高明清氏の養子となりました。1776年に英祖が崩御した後、25歳で王位につきました。即位式では世は思え伊丹清氏の息子であると宣言し、父の復讐を誓いました。清ソの治世は政治改革と文化政策に力を注ぎました。老論派を排除し、能力ある人材を登用して新政を行いました。継承閣を設置して文芸や学問を振興し、実学派の思想に傾倒しました。安行御師を派遣して地方の問題を解決し、総遊園を新設して平権を掌握しました。新大統領を実施して商業活動の自由を拡大し、天主教に対しては柔軟に対処しました。清ソは父の墓所を水原に移し、花城を建設しました。水原は清ソの理想的な都市として計画され、人民との交流も盛んでした。しかし清ソは1800年に48歳で崩御しました。その後定住王侯が水連朝政を行い、自派や天主教徒が弾圧される時代が始まりました。四政治改革と文化政策、清ソは王権の強化と国民の福祉の向上を目指して多くの政治改革と文化政策を実施しました。政治改革では李氏朝鮮の官僚制度を改革し、科挙を公正に行い、有能な人材を登用しました。また農民の負担を軽減するために土地調査と租税制度の改善を行いました。さらに軍事力の強化と外交関係の安定化にも努めました。文化政策では朝鮮語の表記法であるハングルを普及させるために、ハングルで書かれた書物や辞典を編纂しました。また科学技術や医学などの分野でも先進的な知識や技術を取り入れて多くの成果を上げました。清ソはこれらの政治改革と文化政策によって朝鮮王朝の発展に大きく貢献しました。御側室との関係、清ソイさんの生涯について3000文字で解説動画を出したいというのであれば、以下のような台本の本文が考えられます。御側室との関係、清ソイさんには生涯に1人の正室と4人の側室がいました。正室は皇位王侯ヒョイワンフで、英祖の意向で世孫賓になりましたが、子供には恵まれませんでした。側室たちは清ソが後継ぎを望む周囲の圧力や政治的な思惑によって選ばれた女性たちでしたが、その中で清ソが最も愛したのは世賓重氏ユイビンソン氏でした。よろし賓重氏は清ソの母エギョーグーヘキョン軍の次女だった時に、
清楚と知り合い、寵愛を受けましたが、側室になることを何度も断りました。しかし、1782年に、文高正史ムンドセジャを出産して、側室になりました。文高正史は、清楚の最初の男子であり、正史に立てられましたが、1786年に、はしかで亡くなってしまいました。その後、よろし品重氏も、妊娠中に病死しました。清楚は与品重氏と、文高正史の死に深く悲しみました。他の側室たちは、元品公使、穏便本使、和品院使、波敏運使、水品、牧師須敏白氏です。元品公使は、広国栄本愚行の妹で、1778年に12歳で側室になりましたが、翌年に病死しました。和品院使は、1780年に16歳で側室になりましたが、子供には恵まれませんでした。水品牧師は、1787年に17歳で側室になりましたが、1790年に純祖寸女を出産しました。純祖は、清楚の次の王となりました。水品牧師は、朝鮮王朝の側室では唯一、生きている間に、子供が王になることを見届けた女性でした。清楚は、歴代の朝鮮王でも、側室が少なく、自分で選んだ女性は、与品重氏だけでした。側室との関係は、政治的な要素が強く、愛情や幸せとは、ほど遠いものでした。六清楚の死と、その後、清楚は、1800年に、病気により崩御した。享年49歳であった。清楚の死後、王位は息子の純祖に受け継がれたが、純祖は政治に無関心であり、実権は側室の金氏一族が握った。金氏一族は清楚の政治改革を保護にし、自らの利益のために権力を乱用した。このため、朝鮮王朝は混乱と衰退の時代に入った。清楚の死は朝鮮王朝にとって大きな損失であり、その功績は今日でも高く評価されている。以上です。次の動画も見てね。